今週6月23日シティライトで三菱してやるんですが、前々回に、ちょっと SR シート巻いて悔しい思いをしているので、今週こそはシート決戦ということで、しっかりチーム一丸となっていい準備して勝ちを積み重ねていきたいと思います。応援よろしくお願いします。こんにちは、関体表大学 FC の6番徳永雅也です。6月23日日曜日に三菱水島とシティライトスタジアムで試合をします。上位対決で大事な試合になるので、自分ができるプレーを精一杯やってチームで勝ちたいと思うので応援よろしくお願いします。6月23日に、シティライトスタジアムで、三菱とやるんですけど、上位対決ということで、絶対に負けられない試合だと思っているので、4年生のためにも、全員でチームで勝利を目指して頑張るので、皆さんぜひ応援よろしくお願いします。こんにちは、関東洋大学 UC の川崎由紀です。今週の日曜日にシティライトで三菱と試合するんですけど、今三菱は首位ということで絶対勝てるように頑張りたいと思います。応援お願いします。こんにちは、関太平洋大学2年の藤弘正です。前回のシティライト戦では点を決めれてないので、今回は決めたいです。応援よろしくお願いします。